プロ野球セリーグヤクルト7に巨人、13日、神宮球場、巨人の岸田幸則選手に珍しいプレーが起こりました。7回、2アウト2塁の場面で泉圭介投手の投じたツーシームが手前でワンバウンドし、捕手の岸田選手が体で止めに入ります。するとボールは高く跳ね上がり、岸田選手の首元からプロテクターの中に入りました。岸田選手は口のあたりを気にしていましたが、 プレーを続行。審判からは、投球がプロテクターに挟まりましたので、走者を進めますと説明がされます。これにはランナーの西川春樹選手やサードを守る坂本隼人選手も苦笑いを浮かべました。